伊州は中国にかつて存在した州。南北朝時代に現在の甘宿省庭西市に設置され、東大に現在の平良市に移されて近代に及んだ。530年北儀により伊州が置かれた。伊州は老生軍、南安軍、高安市軍の三軍六県を管轄した。随発には伊州は三軍六県を管轄した。 583年、隋が軍政を廃すると、異州の属軍は廃止された。605年、奇州が廃止され、これを統合すると、異州は8県を管轄した。607年に州が廃止されて軍が置かれると、異州は、老政軍と解消され、下部に5県を管轄した。隋代の行政区分に関しては下表を参照。618年、党により、老政軍は、 伊州と改められた。742年、伊州は老政軍と解消された。758年、老政軍は伊州の省に戻された。伊州は老右道に属し、城武氏、沢里、老政、伊元の四県を管轄した。763年、伊州は都番に占領された。809年、唐により元州の平両県に伊州が仮設置された。 八百八十年、平良県は都番に占領された。八百八十四年、党が平良県の土地を奪回し、平良県に伊州が再設置された。北総の時、伊州は旗大取寺に属し、平良、半元、宗新、花亭、安家の五県と安市夏町と感戦法を管轄した。金の時、伊州は平良府に昇格した。 義所知経氏逃げ、随所地理史上、旧当女地理史3、新当女地理史1、創始地理史3、金史地理史下。ありがとうございます。